7月29日も今日はこれが最終回ね、福富さんの地味なところがそろそろ派手なところに行くでしょうか。はい、それではね、福富さんのよみがえりよた8のナンバー16ですね。はい、はい、お願いします。はいはい、今回ね、再編集は今回が最終回です。ここから次回から新ネタに、新ネタじゃないですか、じゃあの進捗映像に、はい、風切りですなっていくと思いますけど、やってることはあんまり変わりませんので残念ながら、はい、でしたね。この撮影が終わったあたりにあの台風19号が来て、はい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 、で、水没したユタハチのレストアに取り掛かるためにちょっと一旦中断した、ね、中断したと、はいはい、あれ去年一昨年でしたかね。そうですね、もう一昨年になりますね。もう一昨年ですね。ドアと地味に戦ってるやつも、ドアなかなか難物ですよねそうですね、まあ、平らなとこが少ないから形状もね複雑ですし、まあ、ちまちまと入っていく様子になりますね。はい、これで、ドア周りまで一通り終わったのでって言っても、まだ入ってないところはいっぱいあるんですけど、全部入ってないもんですから、このあと、ランダムサンダーでちゃんと面を出しながら削っていって、こうスタンドリーに入るっていうようなね、うん、次のね、下塗りに入ったらもうなんか、ね、もう8号目ですねって思いたいですけどねただダメですよ、床やってないですから。そうかそうか、床があるか床乱物ですね床が抜けてますもんでもなんかね、作られた方がいるという話ですね。そうですね、ある程度ね手には入るので、豊富にあるわけではないですけどね、はい、一応オーナーズクラブでやるとかの力を借りながらですね、仕上げていくような感じになると思いますけど、はい、まあ、いずれにしろちょっと形をね、正しい形に戻してあげなければいけないので、一旦下塗りまでして、あとちょっと切ったり貼ったりをその後続けていくというね、はい、形になると思いますので、まあね、パテずいぶん使ってありましたけど、こうやって見る限りではそんなにパテの修正も必要ないですね。そうですね、結局その、まあ、穴開いてるところで何かをね、パテで塞ぐためにあっちこっちから盛り込んできてるようなちょっと印象があります。なのでまあ、直し方って言いますかね、そう、まあ、手をかけずにって言ったらおかしいですけどね、とりあえず形を整えるにはパテで、外カットしちゃった、はい、そういうことですね。で、錆も、まあ、錆落としもそこそこにパテで埋めて、なんとかね形を整えてるっていう、ね、ところがあちこちあるので、はい、オーナーさんは知らなかったかもしれませんね。あ、もうそれは知らなかったと思いますよお任せ、はい、あ、っていうかその今のこの現オーナーはもう詳細は知らなかったと思いますけど、その前のオーナーさんたちはいろいろしてたんですかね、お願いしてそういう形になったんだろうな、こうやってくれという、はい、まあ、もしくはやったところはこうしますよということですね。そうですね、現、はい、オーナーさんはある程度の形になってちゃんと走ってる状態のものだったんですけど、こうレストランをしようと思って、預けたんですけど、ちょっとそこで、ね、放置されてしまった、はいはいはい、ところからどんどん悪いところが浮き彫りになってきたんですよね。はい、で状態のいいところはね、きちんとしっかりしてますので、ただね、救いようがあるかなと思いますけど、でも反対に言うとやっぱり
全く外で放置されたあれには床の、ね、抜け方、はい、まあ、あんまりものすごい悪くはないですね。そうですね、はい、あの箱塚 Z 系の抜け方と違いますもんね、ズボって感じじゃないですもんね。適度にこう穴があって水は抜けてたんだと思うんですよね。それであれですか、やっぱりオーナーの方ももうしびれを切らしてこれあかんというんで、そうですね、引き上げたと思うんですね。変化もなくいやいや、ゲストはもう本当に飽きすぎやん。そうですね、見ていただく方もなかなか本気が良かったと思います。あのやる方も、まあ、ビフォーアフターの写真だと2枚で終わってしまいますので、ですよね。でもせっかくこれ動画撮ってあるんでね。そうですね。富さんもなんかもうなんか数えられないあの子供の時間がかかってますね。そうですね、はい、あれこれもう数年ですもんね。数年やってますので、まだ2桁にはなりませんけど。ああ2桁になりませんかね。なりますもんね。なんとかね、早くね世の中に戻してあげたいんですけど、ここであの慌てるといかんなと思いました。まあ、特にボディ関係はね、次はもう多分ね、ないというぐらいでやらないと。特にね、あのヨタハチはモノコックなので、やるときにきちんとやってたんと、あとこれはもう、やっちゃって。わー、綺麗になりましたね。次に映れそうな雰囲気に。この辺はどうも。鎖もない、少ないですね。そうですね、あの下側はね、やっぱりあのさすがに下側はしょうがないですね。穴開いてますけどね、はいはいはい、なんとかね、あのなりそうなんで、はい、はいはい、福富さんも